業を始めることは難しいことじゃないんです。初心者からでも始められる副業もありますので、まずは自分に合ったものを探してスタートしていきましょう。やども柳です。今回はですね、2024年最新在宅副業7選というテーマでお話ししていきます。この動画はですね、何か副業始めたいけど在宅でやっちゃいたいなっていう方とか、あとは2024年に稼げる副業の最新情報を知りたい方、そういった方たちに向けて自分に合った副業をしっかり見つけていただいて始めていただくためにこの動画を撮っております。結局僕のところの相談でもめちゃくちゃ多いのが、動画編集始めたいけど自分に合ってるのか分かんないとか、いっぱい副業があってどれを始めようか悩んでるっていう方で、あとね、最近多いのはやっぱ動画編集そろそろ稼げないんじゃないですかと、何かこの先も稼げる副業ありませんかとか、そういうお話を結構いただきます。なので今日はそのあたりも深掘って7つねピックアップしてきましたので、そちらをお伝えできればなと思います。この動画を見ていただければですね、今始めて稼げるっていうおすすめの副業ももちろん分かりますし、それをいくつかご紹介するので、自分に合ったものはどれなのかっていうのを理解することができるんじゃないかなと思います。僕の場合もですね、もともとはコロナの時に副業で動画編集を始めて、そこからこうやってフリーランスになって稼げるようになりました。ですのでそのあたりのステップも含めてお伝えできればなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。このチャンネルではですね、動画編集で稼いでいきたい方、住む場所を選ばず田舎で在宅フリーランスがしたい方、脱サラして自由なライフスタイルを描きたい方、そういった方に向けて有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもよろしくお願いいたします。会社員の状態、この状態でこのまま一生暮らしていくっていうのを不安に思っている方っていうのが今ねすごく多いと思いますし、何か副業を始めなきゃやばいって思っている方もすごく多いんじゃないでしょうか。ただですね、多くの方が問題に抱えているのが時間がないっていうところですね。なので今日は、在宅でできて隙間時間でどんどん進められるっていうものを7つね厳選してご紹介していければなと思います。1つ目、ポイ活になります。でこちらはどういうものかっていうと、アプリとかねサイトを利用してポイントをちょっとずつ貯めていくっていうような副業になります。モッピーだとかワラウっていうサイトがおすすめになります。おすすめのポイントとしては無料で始められますし、面倒な契約とか対人とのコミュニケーションっていうのが一切発生しません。なおかつ本当に簡単なのでマジで誰でもできます。であとはですね、大規模な副業って言われるかというとそんなことはないので、副業を禁止されている会社でも一応言い方的にはできるような会社も多いんじゃないかなと思います。このあたりはね、それぞれの会社の規定とかにもよって変わってはくるんですけれども、営利活動ではないっていう風に捉えられる場合がほとんどかなと思いますので、そういった障害がある方にとっても非常におすすめかなと思います。で、始めるポイントとしてはね、面倒なポイ活はやめましょうというところですね。レビューを投稿したりとか、あとはアプリをインストールしてここまでやってくださいとか、口座を開設してここまでお金入れてくださいとか、そういうのが発生するのはあまりねおすすめしないかなと思います。でポイ活のいいところってやっぱり手軽に始められて、もう誰でもできるところなので、本当にね簡単なところから1ポイントずつでいいので始めていただけると長くね継続できるかなと思います。でこのポイントとしてはね、やっぱり長く継続するっていうことが大事なので、ここができるっていうところを見つけるっていうのがいいんじゃないかなと思います。でそれから各ポイント会社がですね、こういったポイ活のサービス出しておりますので、どのね業者がいいかなと、そういったところも見ながら選んでいただけるといいのかなと思います。注意点としては複数のサービスを利用しないっていうところにあるかなと思っていて、多くて3つまでかなと思います。で結局怪しいサイトも多いですし、ポイントがね分散してしまうとやっぱ換金できる金額っていうのも決まってたりするので、その換金できる分っていうのが減ってしまう可能性が大いにあるわけですね。あとはポイントの有効期限とかを設けているようなサイトもあるみたいです。ですのでそのあたりご注意の上で進めていただけるといいかなと思います。続いて2つ目、アンケートになります。こちらも単純でデータを集めたい企業がたくさんいますので、そういった企業にアンケートに回答してあげるだけで小遣いくらいですけどお金がもらえるっていうような副業ですね。サイトとしてはマクロミルであったりとか、リサーチパネルっていうところを使っていただくと結構ね案件が多いかなと思います。おすすめポイントとしてはですね、やっぱり無料で始められるっていうのと、手軽に誰でもできるっていうところがポイ活と一緒で大きいポイントかなと思います。あとはですね、一部高額な報酬のものもあったりします。商品モニターであったりとか、飲食店のね覆面調査とかもこのアンケートに当たるかなと思います。あとは体験型アンケートは結構高額になってくるかなと思います。高額といっても、数千円から1万円ぐらいかなというところですね。注意点としてはやっぱりポイ活もそうなんですけど、稼げる金額としてはそこまで大きくはならないです。稼げても5000円ぐらいかなと思いますし、1件のアンケートで10円とか20円とか、そういった案件も全然あります。あとは良くないところだと個人情報をただただ抜くだけみたいな、そういう危ないものもありますので、そういったところにご注意いただいた上で、本当にねもう隙間時間で、ただただ簡単な作業をしたいっていう方にはおすすめかなと思います。3つ目、オンライン秘書になります。こちらはクライアントの事務作業であったりの代行ですね。誰かをサポートしたりとか、それからすごい人の下で働きたいっていう方には非常におすすめかなと思います。で主な業務内容
業としては結構いろんなものがあってですね、スケジュール管理だったりとか経理業務、あとは会食のセッティング、それから飛行機の予約とかですね、こういったものをやる方も多いみたいですね。経営者の方って結構多いのが、一分野に突き抜けている方、いわゆる ADHD の方とかも結構多かったりするんですね。僕の知っている方とかに関しても、営業めちゃくちゃ得意でめちゃくちゃ売り上げ作れるけど、それ以外の雑務全然ダメで部屋めちゃくちゃ汚いですみたいな方も結構いらっしゃるかなと思います。なのでそういった方のいろんな手続きの面とか事務作業とか、そういったところをサポートしてあげるようなイメージですね。おすすめとしてはやっぱり PC1 台でできるっていうのと、なんならねスマホだけでやってる方っていうのもいらっしゃるんじゃないかなと思います。あとは本当秘書検定とかね基本いらないので、本当にそのクライアントが求められる作業であったりとか、求めるスキルを持っているっていうのが一番重要かなと思いますし、本当に重要なところで言うと、もうクライアントと仲良くなるっていうところですね。結局一緒にいる時間っていうのが一番長くなってしまうので、相性が良くないとすぐ変えられてしまうケースっていうのも多くあるかなと思います。なので YouTuber さんとかもそうですし、社長も何人かはいると思うんですけど、自分のね親しい間柄の人とか友人の秘書とかにつけるっていう方も結構いらっしゃるかなと思います。始め方としてはですね、まあクラウドソーシングとかで営業していただいてもいいと思いますし、僕みたいに動画編集とかそういう需要のあるスキルを1個身につけて、そこでまずは営業しに行ってクライアントを捕まえる、でそこから秘書みたいな業務をやりますよみたいな巻き取り方もいいんじゃないかなと思います。営業の際に関してはですね、やっぱり長くお付き合いするお仕事ではあるので、自分の人柄が伝わるようなものがあるといいかなと思います。で結局 SNS がマストかなとは思います。その中で自分の思っていることであったりとか、やりたいことを発信したりとか、あとは既存のクライアントさんからこういう声をもらいましたとか、そういうところをアピールしていく、なんならですねその SNS 上で絡んで仲良くした社長さんの秘書になるっていうところも一つね営業先としてはあるかなと思うので、まずはねこの SNS を開設するっていうところからやっていただけるといいかなと思います。で注意点としてはですね、やっぱり自分のできることできないことがあると思います。なのでこの商品の内容をどこまでにするかっていうのはしっかり決めないといけないかなと思います。この料金表みたいなものも必要ですね。であとはですね、やっぱりできないことをできますって言って受けてしまって、結局できませんでしただと、もう本当にねお話になりませんし、経営者の方も困ってしまいますので、もちろんそういうならないように自分の商品の範囲を決めるっていうのはもちろんなんですが、何か依頼された時にお願いできる提携先っていうのを見つけておくっていうのも重要かなと思います。続いて4つ目、 LINE 構築になります。でこちらはどういうお仕事かっていうと、企業の LINE アカウントの作成とか運用を行うようなお仕事ですね。 LINE 公式のマネージャーアカウントですね、これを作るっていうのももちろんありますし、 L ステップであったりとか、プロ LINE であったりとか、エキスパであったりとか、そういった LINE 上のメーリングツールを構築する代行のお仕事、こういったものもあります。で今ってやっぱり LINE アカウントを持って、そこでお客さんに対していろいろ自社の商品をアピールしていくっていう手法、もうこれがねほぼ当たり前に取られております。なんでかっていうと、やっぱり日本人って LINE を使う割合っていうのがすごく高くてですね、コミュニケーションツールとして一般化しているわけですね。だからこそ馴染みも深いですし、めちゃくちゃね需要も大きいです。結局ねこれだけ市場的にいろんな企業様がアカウント持っているんですけれども、まだまだ使ってない企業様っていうのも非常に多いわけですね。なのでそういったところに営業していけば全然ね需要もありますし、仕事も取れるかなっていうところです。で始め方としてはやっぱりね勉強するっていうところは一つ重要かなと思います。もちろんスクールに入ったりとか、誰かね師匠とかスキルを持ってる方から教わるっていうところも重要かなと思いますし、あと結局僕の場合も一番覚えたのが、クライアントの LINE を触らせてもらって、その中で作業をしながら覚えていったっていう反面がすごく大きいわけですね。だからこそ動画編集やってる方とかに関しては、既存のクライアントさんにまずは提案しに行く、でその中で現場の中で必要なスキルを覚えていくっていうところが結構一番近道なんじゃないかなと思います。その上で例えばですけど、まあこれから一から営業しようっていう方に関しては、自分の LINE っていうのを持つっていうことですね。ここも重要かなと思います。結局自分で触れるものがないと、それでアピールできるものがないわけじゃないですか。なので自分の LINE を持って、その上でそれを営業として活用していくっていう手段がいいんじゃないかなと思います。ポイントとしては LINE のマーケティングですね。このあたりって事例もすごくたくさんありますし、あとはツールもね結構たくさんあるわけですよ。まあ、L ステップが一番有名ですけど、L メとかねプロ LINE とか、それ以外にもね細かいやつで言うと結構たくさんあるわけですね。だからこそ勉強に時間をかけすぎないっていうのも非常に重要かなと思います。やりながらブラッシュアップしていく、プラスアルファ LINE の構築作業ができるって別にそんなに難しいことではないかなと思いますので、その上でどういう風なライティングをすればいいのかとか、どういう風なマーケティングの動線で活用していくのか、こういったところも含めて企業に提案できるとやっぱりね非常にいいのかなと思いますので、ぜひね真似してみてください。
続いて5つ目、アフィリエイトになります。これはどういうものかっていうと、自分で何か紹介した商品ですね。これをこのリンクから買いますよっていう風にやって、リンクから買ってくれたらですね、その紹介報酬みたいなものがもらえるような仕組みになっております。で、アフィリエイトに関しては、最近結構やっぱり多いし、主流であるのが SNS のアフィリエイトっていうものですね。やっぱり皆さん、ブログとかホームページが多かったんですけど、SNS を使う割合っていうのがすごく増えてきておりますので、そこでね、活動されている方っていうのが非常に多いです。前回ですね、こちらの動画でもご紹介しておりますけど、インスタグラムアフィリエイトですごく実績を出されているキラ君っていう方ですね、彼にインタビューをした動画がありますので、ぜひね、まだ見てない方はこちらも見てみてください。やっぱり彼がすごいのは、今ね、もう50代だったかな、確かすごく年齢が上ではあるんですよ。ただインスタグラムアフィリエイトっていう IT であったりとか、インターネットを使って稼ぐっていう領域においてしっかり成果を出されているっていう方ではあるので、そういう意味でもやっぱり誰でもできるし稼げる仕事なのかなっていうふうに思います。で、おすすめポイントとしてはまだまだたくさんあってですね、資金ゼロで始められますし、集客がねうまくいくようであれば稼げる金額っていうのもかなりね大きくなります。あとは不労所得にできるっていう部分もありますし、自分が作業をすればする分だけ稼げるので、利益率っていうのも非常にいいのかなと思います。それから僕の本当にいいなと思うところとしては、インターネットを使って集客して物を売るっていう経験ができるし、そういったスキルが身につくので、それを使ってクライアントワークであったりとか自分の別な仕事につなげることもできるんじゃないかなっていうところですね。ポイントとしては、やっぱりブログっていうのはあまりもうお勧めしないですし、すでにもう検索順位高いものっていうのはもう決まってきているので、 SNS アフィリエイトっていうのが非常におすすめなんじゃないかなと思います。 AI とねインスタグラムを掛け合わせてやる方法っていうのもこちらの動画でね、キラ君からご紹介いただいているので、ぜひね、興味ある方はこちらも見てみてください。続いて6つ目、スキル販売になります。これはどういうことかっていうと、自分の持っているスキルを商品として販売するっていうようなやり方ですね。で、例えばですけど、YouCan の講座とか CM とか見たことある方いらっしゃらないですかね。あれって自分の得意な手芸であったりとか、それから裁縫とか、そういったものを売ってらっしゃる主婦の方っていうのも、ある一定以上の成果を出した方がですね、講師としてついてる方かなと思うんですけど、これを個人でやるっていうようなイメージですね。で、本当にこの商品自体は需要があれば何でもよくて、例えばですけど、ダイエットの方法であったりとか、あとは美肌になる方法であったりとか、それからゲームを上手くなる方法とか、そういったことでも全然いいと思うんですね。で、あんまり界隈としては良くないんですけど、ナンパのやり方を売ってらっしゃる方とかも結構たくさんいらっしゃいますね。やっぱりメリットとしては、今お話ししたみたいに何でも商品になるっていうのがすごくいいかなと思っております。だからこそ自分のね好きなことを仕事にできますし、それでねある程度お金も稼げるかなと思いますので、継続しやすいので、これからも廃れることはないのかなと思います。始める時のポイントとしては、結局大事なものってちゃんと需要のある商品を作れるかっていうところと、それに対して集客ができるか、この2つだと思うんですね。根本を言えば、集客さえできてしまえばどんな商品でも売れるかなと思うので、まずはですねココナラを作ってみたりとか、あとは SNS とかブログで発信してみたりとか、それからまずは商品の売れる動線を作らないとダメなので、ペライチっていうサービスでですね LP を作ってみたりとか、そういった準備も必要かなと思います。自分で商品を売るので、決済ページを用意する必要もあるかなと思っていて、決済代行サービスですね、有名なものだと PayPal であったりとか Stripe っていうものがあるかなと思います。で、こういったものを活用して販売してもいいですし、コナラとかであればね決済ページもついてますので、そういったところで販売もいいかなと思います。で、あとはベースを使ったりとか、そういった方もいらっしゃいますし、結構ねそういうサイトってたくさんありますので、ぜひねもう本当にどのサイトでも構わないので、自分で商品できるものは何かないかなっていうのは日頃からね考えてみていただけるといいかなと思います。最後、7つ目ですね、動画編集になります。で、こちらですね、やっぱりね動画編集ねまだまだ稼げるわけですよ。オワコンとか言われてる方もいらっしゃいますけど、市場自体はまだまだ拡大中ですし、動画広告市場だけで言えば2027年には1兆円を超える市場になるっていう風に言われているわけですね。僕の肌感覚としても、僕はですね SNS の運用代行とか SNS をメインにやっておりますけど、新しく動画を作りたいとか新しくアカウントを作りたいっていうお客様がやっぱりねたくさんいらっしゃいます。ですので、やっぱりそれに付随して動画編集の需要っていうのもまだまだね高まっていくかなと思いますし、全然稼げる市場かなと思います。で、その上で動画編集者自体は全然足りてないわけですよ。ただ結局ね、ただただ作業をやるだけの編集者っていうのが多いわけですね。で、その上で例えばプラスアルファでこれもできますとか、こっからここまで全部巻き取れますみたいな方がいれば、もう僕
らからしたらですね、めちゃくちゃ任せたいわけですよ。だからこそこれからね動画編集始めようっていう方に関してはこのあたりのねスケールアップも含めて、しっかり計画を立ててやっていくっていうところが必要かなと思いますし、あと僕の中でやっぱりビジネスを学ぶには動画編集でから入るっていうのが非常にもってこいなんじゃないかなと思います。でプラスアルファやっぱり動画編集すごく需要が高いので人脈形成もしやすいっていうところもやっぱりね僕が今まで感じてきたメリットの大きい部分かなと思います。ですのでねぜひ始めていただければなと思います。で始め方としてはまずはねスキルを身につけるっていうところで、それからすぐね営業してください。でスキルを身につけるための時間を長く取りすぎても結局意味がなかったりするので、まあ、もしね効率化したいっていう方がいればクラウドワークスとかランサーズとかクラウドソーシングサイトの募集を見に行ってください。で募集の中で求められるぐらいのレベル、これを目指してやれば全然いいかなと思います。1件目は0円でも全然いいので、まずは実績を作りに行くっていうところが非常に重要かなと思います。で結局対面でね何かこうバンバンガーッと話したとしても実績を見られるんですよ、どんなに大きい企業だったとしても。なのでまずは実績を作りに行くっていうところが非常に重要かなと思います。動画編集のねスキルを身につけるって簡単に言うけどすぐにできるのかというふうに思う方もいらっしゃると思います。実際これはねすぐにはできないです。僕も独学でやってたんですけどめちゃくちゃ時間かかりましたし、半分趣味だったのでうまくいったんじゃないかなと思っております。1年とか2年かけてちまちまねスキルを身につけてる暇があったらですね、僕の場合は本当ね自己投資していただいて早い段階でパッと身につけてパッと稼げるようになった方がやっぱりお得なんじゃないかなと思うんですね。そういう意味でもやっぱり僕が講師をしているエイムクリエイターズカレッジではですね、稼ぐために特化した環境になってるんじゃないかなと思います。あとはみんな本気で取り組んでるので仲間もめちゃくちゃたくさん集まりますし、ビジネス感覚っていうのも仲間の中で研ぎ澄まされていくんじゃないかなと思うので、もしね今動画編集始めようかなっていう方に関してはこのエイムクリエイターズカレッジですねめちゃくちゃおすすめのスクールになってますので、興味ある方はですねぜひ僕の公式 LINE からお問い合わせいただいてご入会いただければなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね2024年最新在宅副業7選というテーマでお話ししてきました。今日ねたくさんご紹介したと思います。この動画を見ていただいてもう本当ねどれからでもいいのでまずは始めてみてくださいというところと、あとはですね僕の場合も最初ねいろんな副業を試しました。ブログ書いてみたりとか、あとはプログラミングやってみたりとか、そういう風にいろいろ変遷した結果動画編集に行き着いてるだけなんですね。なので本当にね今迷ってる方とか悩んでる方は迷わずにもう今日紹介したどれかまずはチャレンジしてみていただけるといいんじゃないかなと思います。でなおかつまあ何回も言ってますけれども、スキルを身につけるための時間に、まあ、長い時間をかけすぎないというところ、すぐにねまずは仕事になりそうなところから着手していくっていうところを重点的にやっていただければなと思います。ということでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後にですね何か副業を始めたい、そして動画編集に興味があるっていう方、そういった方に向けてたくさんねプレゼントをご用意しましたので、ぜひねこちらの動画もご覧ください。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。僕の公式 LINE では動画編集をこれから始めたい方に向けて役立つようなプレゼントをたくさんご用意しております。ぜひね、興味ある方は概要欄の公式 LINE からお受け取りください。あとですね、僕が講師をしているエイムクリエイターズカレッジの詳細もそちらから見れるようになっております。説明会も随時開催しております。またですね、今回僕の方からお問い合わせいただいて、エイムにご入会していただいた方限定でクローズドなコミュニティにご招待することに決めました。そちらではですね、僕に直接質問しながらいろんな案件をやれたりとか、そういったコミュニティになっております。ぜひねそちらも興味ある方はね僕の公式 LINE からご登録いただいてエイムの説明会一度聞いてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。脱サラして自由なライフスタイルを描きたい方、そういった方に向けて有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもよろしくお願いいたします。